どうも皆さん、今日は我が家のサンピオンズたちの朝ごはんを食べる前とそして朝ごはんを食べてる様子をお届けしていきたいと思います。右からトニーピーターそして一番左がペッパーです。よろしくお願いします。 我が家ではご飯をあげる前にはですね、必ず抱っこの練習をしているんですけど、今これ抱っこの練習終わった後の状態です。みんなそれぞれがもう抱っこの練習も終わったし、いよいよ食べ物が私たちのところにサーブされるというところを待ってる感じです。早く早くって感じです。 もう、ピーターについてはね、今、扉かじってましたね。早く開けて、早く入れてよって。ちなみに、食べ物はね、カリカリという表現で渡しています。カリカリ待ってます。でペッパーについては、最近ですね、足断するという、ダメな癖がついてきちゃって、この子、他のニピョンは足断なんてしなかったんですけど、ちょっとね、やっぱ3番目だからわがままなのかな。ほら、見ま 今の、今の、今の、ダーンってやつ、あれ、足段です。スタンピングと呼ばれるもので、早くしてって、こう苛立ってる時にね、出しちゃうやつなんですね。あんまり良くないですね。はでは、お待たせしました。早速、カリカリをそれぞれ入れていきたいと思います。いはい、トニーちゃん、入れるよ。あ、すごいね。扉をもう自分で、扉を押し上げてます。すごいでしょう。入れますよ、入れますよ。うわー,うわー <laughs> すごい勢い。もうね、カリカリが大,大,大好きでね、早く早くって突っ込んじゃうんですよ、顔。ピーター、どうかなピーター、どうかな <laughs> 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 早く開けて、早く入れてってね、扉ガチガチしちゃうんですね。食べるときはね、この子は突っ込んでくることはないので、ばらまくことはあんまないですね。さあ、最後、足段、ペッパー。足段、ペッパー。もうここまでくるとね、足段しないんですけど。 じゃ入れますよこの子もまだそんなに力がないので勢いよく扉をバーンとか開けたりすることはないですね突っ込んでくることないですほら静かでしょトーニーとは比較的比較できないくらいね静かなんですよあ扉閉める前にせっかくなんで食べてる様子もねお届けしますはいこれ通称カリカリですね、まあ、チモシーをこうキュッと固めたもの、まあ、いわゆるペレットとか呼ばれる形のものですけれどもそれをあげてますね で基本は我が家の場合ですと1日2回朝と夜ですねこのカリカリを揚げてますでカリカリは基本牧草なんですけどやっぱちょっと蜂蜜とか甘いものも配合されているのでこの子たちとっても大好きです、まあ、基本はずっとチモシーのね草を食べ続けてるんですけど朝と夜のこの甘いものが大々大好きですから早く早くってなっちゃうんですよね、まあ、人間も動物も同じですよね甘いもの大好きっていうことはね見かけがわかるといういい証拠ですよね ペレット大体大好きなんですあもう食べ終わっちゃったで大体この子たち面白くてペレット食べ終わったらそのあとですね必ず今度チモシ牧草乾いた牧草ですねそれ食べるんですよ別にねお腹空いてるわけじゃないと思うんですけど必ずこれルーティーンですカリカリ終わったあとは絶対チモシ食べますこんな風にねリ、ね、カリカリのあとはチモシ食べるんだよねだからね多分消化を良くしようとしてるんじゃないかなという本能的な行動なんじゃないかなと思います まあ純粋にお腹空いてるっていうのもあ,あるのかもしれませんけど面白いですよね、まあ、ちなみに今日トニーのこの顔はちょっとブチャイクですね腫れてるね <laughs> さあピーターはどうかなねピーターも同じでしょこんな風にですね絶対カリカリ食べた後はチモシー食べるんですよ消化を促してるんじゃないかなってしつこいけどね私はちょっとそう分析してますよ 大好きなんですよね。チモシーはね。で、チモシーはね、もう24時間ひたすら食べ続けてます。日本人間でいうと、ダラダラ食べ絶対ダメってね、虫歯になっちゃうから、ダラダラ食べるの絶対ダメだよってことですけど、やっぱ牧草チモシー自体にはほとんどね、甘いものとか、歯に悪い成分も一切入ってないので。 食べ続けてても大丈夫っいいうことなんです、ね、面白いですすねね面白むしろこのチモシを、ね、食べることがうさぎさんにとっては健康維持において一番重要なことなんですってチモシをいっぱい食べてお腹の成分腸内環境を良くしてで、うんちでどんどん出すということをひたすら繰り返すことが何よりも健康を保つために重要なことなんですって。